スリル・ミーはアメリカの劇作家で作詞、作曲家のスティーブン・ドルギノフが1924年に起きたレオポルドとローブ事件をもとに制作したミュージカルである。2003年7月16日にニューヨーク・アビンドン・シアター・アーツ・コンプレックスで初演され、2005年5月26日よりオフ・ブロードウェイにてヨーク・シアター・カンパニーにより上演。 ドラマティスツプレイサービスから刊行された。刑務所の仮釈放審議会の席で囚人である氏は37年前に起こした犯罪について語り始めた。氏の幼馴染みにしてニーチェの信奉者である彼は自らを特別な存在とし犯罪を犯すことで満足していた。彼を愛していた氏は彼の犯罪に加担するようになり、 互いの欲求にすべて応えるという契約書を取り交わした。CD2014 年11月公演の3ペアで、ほぼ全曲が入った、完全版、CD ライブ録音版本来は2021年5月2日までの62公演だったが、コロナウイルスの影響により4月25日以降の17公演が中止。ありがとうございます。